はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は5月の2日で火曜日です。昨日ね、忘れずとゴミ捨て行けたんでよかったですよ。こういうね、ゴールデンウィークとか休日になるとね、ゴミ出しの日が変更になってるんですよね。わからんけど、ゴミがね、溜まりまくる。ゴミ捨てできんとほんま困りますよね、あれ。昔ね、10日ぐらいね、ゴミ捨てできんかったことがあったんですよ。まあもう、ゴミが溜まりまくってね。昨日ね、1日でね、神棚のね、塩とかを変えてたんですよ。そしたらね、塩がないんですよ。全く。どこ探してもないんですよ。もう塩がなかったらね、あかんわ。これ砂糖が塩の代わりになるわけないんですよ。神棚の塩を砂糖でやったら意味ないやんって思うんやけど、もう似てるって言われたら似てるんやけど、俺砂糖やったらちょっとおかしいやろね、キーちゃん。で、探しまくってね、一応ね、モンゴルの塩とか言うてちょっと高そうなやつがあったんですよ。これを使ったんですよ。もうとりあえずね、もう今日はね、塩買いに行かなダメです。塩がね、全くない。なんでそこに気づかんのやろな。案外料理にね、塩って使わないのかもしれないですね。いや、使うよ。まあ、胡椒は結構使うんですけどね、塩ってあんまり使わない。ついでに砂糖も買っとこうね、ゲちゃん。てっちゃん待ってた。てっちゃん。ちょっと買い物行ってくるわ。てんちゃん、てんちゃん買い物行ってくるで、お留守番してて。あつもね、きゅうちゃんも。純ちゃんいたの？純ちゃんいたのか？純ちゃん待ってた。キーちゃん待ってた。はい、買い物から帰ってきました。今日はね、もう違うんですよ。もうゴキブリのやつ買ってきました。これがね、結構高い。1000円ぐらいしたと思います、ゴキブリのやつ。こっちもゴキブリのやつ、これがね、1500円ぐらいしたと思います。あと虫の退治するやつ、アースジェット、これはね、550円ぐらいでした。あとは塩と砂糖を買いました。今日はこんな感じです。これでね、3000円ぐらいいったんですよね。高い。もうゴキブリはでも退治しとかなかんで。ジェンちゃん、
待ってたか。キちゃん待ってた。あつも。はい、今日はこんな感じです。もうね、ゴキブリのやつが高かった。これなんか一番高かった。でも20個入りなんですよ。これが12個入り。違うメーカーですけど。コンバットとスマキラ。全部、今日で1日で全部置きますよ。外にもね、置くんですよ。はい、ゴキブリホイホイみたいなやつを全部で32個置きました。家の中と一部あの外にも置きました。これでね、ゴキブリ安心ですよね。ねぎちゃん、あの昨日あたりからね、なんか小さい虫が出てきたんですよ。あれゴキブリの赤ちゃんかもしれないなと思って。ねえ純ちゃん、行った。